アシストに徹していた先導は点を取りに来ている。どけ、こら、取り返す。やっぱりこいつとのワンオンワンは面白い。ディフェンスだ、一本ハード逆対行ったぞ。オッケー、30秒オーバータイム。さあ盛り上げ盛り上げ、応援よろしゅう頼んませ。止まい、ディフェンスだ、ディフェンスしっかり。オオオフェンス、オフェンス、オオオ。あのツンツン頭が7番か、先導が。形勢は逆転した。あたふたしてるのはリードしてる湘北の方だ。お前たちの力を全部出し切れ。最後まで全力で走れ。おう、気合い入れろよ。絶対勝つ。おう、リーベス、リーベス。妙難が勝ちに来たぞ。ゾーンプレスとはな。やろう。俺が行かなきゃ。安西先生のいない時こそ俺がやらなきゃ。よし、よし、なあ、ゴリ。東北は爆弾を抱えているようなものだ。やべえ、先導か。最後の全力で走る。そして勝つ。あ、先導だ。ヘルプだ、三井。くそ、先導。キャプテンともフォーファールで後がなくなった。レフリータイム。奇跡の逆転にかける両難はまたしても先導の執念のプレイによって。よ、ドイツだ。相手は低下すぜ。三井、三井、三井、赤城、小暮だ。はい、はい、大丈夫ですか、三井さん。しっかりしてください。立てますか、三井さん。三井さん、三井さん。あと、倒れた時に唇を切ってます。お手をせよう、なしてい。もうないのか。買ってきます。中学の財産だけでやってるようなもんだからな。絶対勝ちましょうね、先輩。
なぜ俺は。この苦しい時間帯であれだけの動き、ヨナンもまた相当鍛えられてる。私たちも負けてらんないわ。何をやっとるか赤木。たっちゃん。青田。柔道男。青田。青田。当然俺は柔道部に入る。柔道部の方が先だ。行く。必ず全国へ。よし、通った。小暮さん。よし。なんだ。桜木。ダメだ。どうした、フリーダ、撃て。絶対にこの一点差を守りきれ。何。よっしゃ。ヘッドロック、ヘルドボール。なるほど、ヘルドボール。さっきの福さんへのブロック、さらに今の仙道さんへのディフェンス、決して考えての行動なんかじゃない。ボールのあるところへと集まる。この一点差を守りきるんだ。三井さん。三井。分かってる、三井。あ、仙道の遥か上を。惜しい。やはりあのジャンプ力は柔道に。関係ねえだろ、ジャンプ力は。いかお前ら、死ぬ気で守れ。ああ。来るな、残さん。そう確信させるような湘北のディフェンスだった。5 4 3。仙道のこの試合最高のパスが魚住へ通った。なぜ桜木がそこにいるんだ。なぜだ、なぜあんなところから桜木が出てくるんだ。湘北1点のリード。そして残り時間は1分25秒。